旧王立造船所博物館内に展示されているガレーラレアルの模型王立造船所はバルセロナ博ペラ2世時代の13世紀後半からバルセロナに建設されたゴシック様式建築。王立造船所が建つ以前からレゴミル城壁に接する場所にはすでに古い造船所があったと伝えられている。マジョルカ王国及びバレンシア遠征さなかの1243年。 当時のバルセロナ白蛇馬一世が、さらに西寄りの場所に、新たな造船所建設を命じた。14世紀に、新たな城壁が建設されてから、文イ一区の丘のふもとにある交渉が唯一、バルセロナで、使用可能であった。王立造船所が設置されてから、アラゴン王国海軍用に、レー船が建造された。アルフォンソ五世時代が最も活気に満ち、 1423年当時12隻のガレー船が作られた。1571年には、この造船所でデパントの海戦においてドンフアンデ・アウストリアが乗船したガレーラ・レアルが作られた。1714年、スペイン継承戦争でブルボンイエ川が勝利したことで、フェリペ5世は造船機能をすべてカルタヘナ交渉へ移管させた。 スペイン軍の管理下に入ると弊社が建設され、1935年までは武器庫があった。バルセロナ市へ跡地と建物が譲渡されると、1941年1月に海洋博物館として公開された。ありがとうございます。